ということで、たい焼きですね、食べれる限り食べ尽くしたいと思います。どんなたい焼きが待っているんでしょうか。行ってきます。たい焼き爆食いの1店舗目はこちらの、なにわ屋さんに来ました。ここですね、麻布十番に本店があるんですけれども、浅草にもあるので、こちらを記念すべき1店舗目とさせていただきます。それでは行っていきたいと思います。記念すべき一発目のたい焼きを買わさせていただきました。もう明らかにサクサクで、中があんこがめちゃくちゃ入っていて、皮は薄めですね。めちゃくちゃうまそうなたい焼きになっております。皆さん頭派ですか尻尾派ですかね。僕は頭からなんですよね。いただきます。こしあんでめちゃくちゃうまいですね。こしあんで皮薄め、最高の記念すべき1個目になりました。はい、ということで2軒目はですね、シャラクさん、シャラクさんに来させていただきました。ここはですね、1店舗目のなにわ屋さんが教えてくれた老舗のお店になります。では行ってきます。ハイペースですけれども、シャラクさんのたい焼き、一丁焼きですね。このたい焼き、ちょっと先ほどより、小ぶりですかね。はい、ということで食べていきたいと思います。今度は尻尾から食べていきます。さっきよりめちゃくちゃパリパリしてますね。パリパリしていて焦げが強めの上品な味になってます。最高です。はい、続きまして3軒目ですね。めちゃくちゃハイペースで来ておりますけれども、3軒目はグラクさん、シャラクの次はグラクということで、ここ早速皆さん並ばれてますけれども、入っていきたいと思います。行ってきます。グラクさん、たい焼きのグラクさんですね。ちょっとあんこがくどくなってきたので、こちらは次はですね、クリーム味で食べたいと思います。それではいただきます。クリームの濃厚な感じ、トロトロですね。そしてもちもちのたい焼きの生地、最高にうまいです。はい、ということで、4軒目ですね。4軒目来ましたけれども、4軒目は、浅草橋ですね。鳴門たい焼き本舗さんに来させていただきました。それでは行ってみたいと思います。鳴門たい焼き本舗さんのたい焼き、こんな感じですけれども、十勝産の小豆を使ってるみたいですね。北海道の芳醇な小豆、頬張りたいと思います。これももちもち系ですね。あんこがしっとり上品なこしあんを使っております。めちゃくちゃ美味しいです。正直ですね、4個たい焼き食べましたけれども、こんなにたい焼きを1日で食べたのは初めてですね。あんこがちょっとずつちょっとずつくどくなってまいりました。まだまだ続きます。人形町ですね、人形町に来ました。で、一つ一つのですね、たい焼きのお店が近すぎて全然胃袋が休まってないんですけれども、ここですね、人形町といえば柳屋さん、超有名店なので12時半からやってますので、入っていきたいと思います。行ってきます。
12時半から開店ということで、もうですね12時40分50分ぐらいには2、30人ぐらい並んでましたね。これは期待できます。そしてこちらですね、はい、いい感じに焦げてます。食べていきたいと思います。楽しみです。うわ、これは新しいですね。皮が極薄 0.02 ミリぐらいですかね。めちゃくちゃ薄いですね。で、あんこがめちゃくちゃ入ってます。あんこも全然甘すぎず、めちゃくちゃ上品な味がしますね。貴族のたい焼きです。はい、というわけで次ですね、6店舗目までいよいよ来ましたけれども、神田まで来ました。神田の、神田だるまさんですね、食べていきたいと思います。ちょっとですね、あんこがきつきつになってきましたので、クリームを買わさせていただきました。羽根付きのたい焼きになります。食べていきます。羽根の部分がパリパリで、クリームも甘くて美味しいですね。最高です。はい、ということで6軒終わりましたけれども、そろそろですね、胃の中があんことクリームでいっぱいにドロドロしてきた感じがしますね。けどまだ頑張りましょう。はい、というわけでですね、四谷に向かう途中、靖国神社ありましたので、ちょっとお参りしたいと思います。はい、というわけでですね、次が7軒目ですけれども、これはですね、新宿の近くの四ツ谷にある若葉さんというところに来ました。この辺りに人並んでると思うんですけど、めちゃくちゃ並んでますね。これは期待大です。3、40人ぐらい並んでると思います。では、行ってきます。今までで一番重いたい焼きになりますね。重量感が半端ないです。では食べていきたいと思います。今までで一番ホクホクで、あんこの量半端ないですね。めちゃくちゃびっちり詰まってます。塩っ気のあるあんこですね。これめちゃくちゃうまいです。若葉さん最高ですね。はい、というわけでですね、ラスト、8軒目はですね、恵比寿にある柊さんで締めさせていただきたいと思います。胃の中がですね、あんこクリームでいっぱいになっております。頑張ります。というわけで最後ですね、恵比寿8軒目のたい焼き、最後のたい焼き、そろそろお腹がやばくなってきました。もうあんこがこう出てきそうです。この口の中からあんこが出てきそうです。ということで最後ですね、恵比寿の柊さん、ここで指名させていただきたいと思います。はい、というわけで最後ですね、柊さん8軒回ったご褒美でソフトクリームとこのたい焼きのコラボレーション食べていきたいと思います。ソフトクリームを豪快につけてたい焼き食べていきます。いただきます。うん、ソフトクリームがめちゃくちゃ濃厚ですね。熱いのか冷たいのか、もうよくわからないハーモニーですけども、とりあえずめちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。はい、ということで、8軒ですね、
ね、駅もありますけれども、こんな感じですね。それぞれの構成があって最高のたい焼き巡りになりました。ということで、この旅を締めさせていただこうと思います。また次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。次はどこへ行こう。トランペーラ、トランペーラ、トランペーラ、トラベラー。トラベラー。